手直し看護塾3分間劇場自業とボディ。自業とボディというのはインターネットで見ることができる解剖のソフトです。これは説明するよりも実際に使っていただいた方が分かりやすいんですが、知りたい臓器を出すことができたり、くるっと回したり、一部の血管だけを出したりと、かなり遊べるソフトです。ではどうやって使うのかということですが、 Google が提供している Chrome というブラウザーを使う必要があります。もしお使いでなければブラウザーでChrome と入れるとダウンロードすることができます。もちろん無料です。そして URL を打ち込んでいただきます。では実際にやってみましょう。こんな画面が出てきますね。これでお好きなようにいじっていけばいいわけですけれども、例えば男性であったり女性であったりを切り替えることができます。そしてこちらのスクロールバーを動かすことによって、皮膚を剥いでいって筋肉を剥いでいって骨を外して、内臓を外して、心臓血管系を外してということで、いろいろと遊ぶことができると。そして部分的にいじりたい場合には、例えばですね、このようにこう拡大や縮小もできるわけですけれども、皮膚をこう外したり、筋肉をこう外したりということをやっていくわけです。例えば骨を残して、内臓を外して、心臓血管系は残して、リンパ管や神経系を外してと、そうするとですね、こんな感じで骨格筋と血管の位置関係がこう学習できるわけですね。で骨もですね、こんな感じでこううっすらと見ることができたり、また血管もですね、例えば心臓を外して一部の血管だけを残すことができるということですね。で拡大してみたい場合には、このようにですね、拡大して見ることもできますし、スクロールさせたければスクロールさせることもできますので、横から見た場合に血管がどのようになっているのかということも、立体的に分かるということですね。そして、知りたい臓器をタップすることによって、ベントリクルと書いてありますけれども、心室を見ることができました。でこれをですね、拡大していくことによって、これ使っていただければだんだん分かるようになってきますけれども、この心臓をですね、真下からこう見るということができたり、もしくは上からこう見るということができたりしますので、やはりですね、解剖を本で勉強するというよりは、このように自分でこういじっていただいて、それでどうなっているかという位置関係を勉強していくとよろしいかと思います。とにかく使っていただくということですね。まとめです。Chrome をダウンロードしましょう。URL を入れましょう。そしてとにかくいじるということです。